こんにちは。この動画を見てくださってありがとうございます。この動画は本日8月15日、終戦から75年を迎えるということで、今まで少しですね、戦争から目を背けてたところがあるんですけれど、しっかりと今祖父が元気なうちに戦争のことについて知りたい、そしてそれを共有できたら嬉しいなというふうに思いまして、祖父に協力してもらってインタビューといいますか対談をしました。で、祖父は終戦を迎えた時は9歳で、当時はですねまだ上京していなく伊勢崎に、群馬県は伊勢崎に住んでいました。そこで経験した戦争体験や8月15日の伊勢崎の空襲、太田飛行場の空襲に、つきまして、話して、もらいましたので、ぜひ聞いていただければと思います。では、45分というふうに長くなってはしまったんですけれど、すべて重要なことだと思っておりますので、ぜひすべて聞いていただければ嬉しく思います。それでは対談に入ります。どうぞお聞きください。はいはい、もしもし、聞こえる？最近、ほら広島とか長崎の原爆で特番がやってたんじゃん。よくやってるよ今みんな。うん、で特番がやってて、それでほら今まで戦争をこうちょっと怖いからあんま見ないようにしてたんだけどね、自分で。まあね、こうやってじいじとかがさ、こう今戦争を体験した人の平均年齢が83歳って言うじゃん。で、じいじはもう84でしょ。で、そうやって身の回りにこう戦争体験した人っていうのがさ、あんまりいるっていうのがこう珍しくもないかもしれないけど、いや、そうだ、少なくなってるな。うん、だからこうじいじ元気なうちにこう戦争の体験を聞いておこうと思って。どんなことがしたの？じいじはね、小学校3年でね、終戦だったのよ。9歳だよね。9歳。うん。それでね、戦争のね、爆撃機とかああいうのみんな見てるよ。B-29 とかそういうのは。その時は、じいじはどこにいたんだっけ？伊勢崎。伊勢崎？うん。うん。伊勢崎のすぐそばにね、太田ってとこあんのよ。うん。そこでね、飛行機作ってたの。じいじが？いやいや、じいじは小学校のあれだから。うん。うん、工場があったんで飛行機を作っている。うんうん。でそこを目指してアメリカの飛行機が飛んできた B-29 というのは、太田に落としてあまりの爆弾があるわけね。それを伊勢橋とか前橋とかそういうところにばらまいていったわけよ。それでその飛行機はどこに行くかっていうと中国の飛行場へ行ったわけな。 B-29？ B-29 は。うん。だからちょうど通過点になったわけな、伊勢崎もな。うんうん。で、その時は、あれだよ、じいじは防空壕を掘ったり、小学校1、2年だけど防空壕を掘ったり、うん、なんかして、防空壕っていうのはね、要するに爆弾を落とした時に、うんうん、被害がないようにね、うん、人間にね、そこの穴に隠れるわけよ。うん。掘ら穴がない、要するに、みんな退避するわけ。ね、うん。その時のうんと話せば長いんだけど警報はね、普通は、警戒警報じゃないと飛行機が近づいたっていうのはね、こういう音なんだろう、サイレンが鳴るわけ。うーってやつね。うーっていうサイレンな。うん。それが飛行機は近づいてるぞってんで、うん、で飛行機が間近になるとうーってこういうような、ね、警戒警報になるわけ。うんうん。始まったと同時にどん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 爆弾が落とされるわけ。でね、その爆弾もね、昼間は来なかったんだけどね、最初のうちは夜だけだったんだけど。夜中？夜中？夜中じゃない。やっぱりね、日が沈まった頃は10時頃かな。8時から10時ね。それで1万メーターの航空から爆弾を落とすんだから。B-29はね。うん。で、そのあとで向こうも暗いわけよ、空から落とすときね。うん。
でね、照明団っていうのをね落とすわけ。焼夷弾じゃなくて照明団。照明団っていうのはね、落下犯にぶら下げてブラブラ落ちてくるんだよ。3、4メーターのね、細長いね船みたいなやつが、それが来るとね、夕方と同じような明るさになって、明け方と同じような明るさになってね、もうそれが30分ぐらい経って1万メーターぐらいのところが落ちてくるんだからね、まあ、明け方の空みたいになっちゃうわけよ。それは明るくなるだけ？明るくなるわけで爆発とかはしない？でそれを確認してから爆弾を落とすわけ。それでね、それに日本の高射砲ってのがあるんだよ。高射砲ってわかるかな？敵の飛行機を撃つ、大砲。ああ。空に向かって飛行機を撃つ大砲なんだけどさ、今なら一発で当たったんだよ、誘導弾だからね。まあ、その当時のやつは、さっきのやつで、ね、8000メーターしていかない、8000メーターぐらい。上空。上空8000メーターぐらい。1万メーター飛んでくるビニール軸に当たるわけねえじゃないの。そうだね。そういうのをね、あちこちで撃つんだけど、まあ、最後は撃たなくなったけどね、最初の頃は撃ったんだよね。逆にそれが目標になっちゃって、その高射砲を切ってたね、撃たれちゃう。弾を落とされちゃうの。あ、その大砲を見つけると。ああ、そうそう。だから死があって、バーって死が出るじゃない。あれ飛んないだから、花火飛んないだから。そういうもって、最後はもうね、負けてきたら、もう撃たなくなっちゃってね。飛行機の、あれね、自由自在。それはだから、その大砲があると分かっちゃうから撃たない方が賢いっていうことだね。意味ないから、負担ないから、で敵の飛行機はさ、爆弾は1トン爆弾とか2トンで撃つと大きい爆弾なのよ。でこの間ほらニュースで見なかったかな、なんだ、何を、イランの方のさ、レバノン、レバノンで爆発したの。見た。あんなすごいからな。それでみんな飛び散ったからな。すごい爆弾は、それは1トン爆弾とか、それも、まあ、要するに重い爆弾ね。で我々のちっちゃい、要するに工場から離れたところは、焼夷弾っていうのを落とすわけ。要するに木造建築のところに爆弾を落としても意味がないんだよ。吹っ飛ぶだけでさ。そうだね。で燃える方がいいわけだ、日本の家屋は。だから焼夷弾っていうのを落とすわけ。そうするとそれはね、その1トン爆弾の中に50個ぐらい入ってるんだよ、焼夷弾が。それはね、六角形の格好したね、約 1.5 メートル、1メーターぐらいかな、缶詰みたいな缶詰、あれが細長いやつな、それをね、5、60個落とすわけね。焼夷弾っていうのがあるね。でその中に油が溜まってんだ、粘着力の強い、油がね入っててね、でうちなんかにくっついちゃってさ、火事になっちゃうわけよ。だから一先の町でもあちらこちらで火事になったな。そういう焼夷弾って六角形の格好した1メーターぐらいのやつ。ジージの、ところは、その伊勢崎の中でジージが住んでたところはそんな被害はなかった？その被害はね、町の中を狙うから敵は、混雑してるところ、だから外れた、伊勢崎のね、外れた方なんだよ、じいじが住んでたとこはね。だから町の中が燃えたけども、うちの方にはあんまり被害なかったんだけどね。町にいたら東京と同じように危なかった。それはだって亡くなった方もいるんだから。で、それで防空壕の役に立たないとこでな、いないんだよ。本当はあんた3メーターぐらい掘らなきゃ、屋根がないとダメなんじゃね。そんなことでさ、やけどと随分あるよ、亡くなった方も。その東京はさ、ほら、3月に大空襲があって、で10万人亡くなったって言ってたんだけど、その伊勢崎とかはどのくらい被害があったか分かるの？ 10名か15名ぐらいじゃない、伊勢崎の町で。だって3万ぐらいのとこだからな。うちは焼けたらしいけどね、そんな人的な被害がなかったな。 10メートルぐらいなかったのかな。ことで、あれはね、噂では聞いたけどな。亡くなったって。で後で
後でその書類欄がね、へそみたいなのがついてんだよ。へそ？へそ。うん。まあ、ボタンみたいなのがついてんだよ。うんうん。そうするとね、それ爆発するようになってんだな。子供がいじって死んだって話を聞いた。あ、落ちてたやつを。あ、落ちてた。あのね、緑色の色をしててね。うん。で、六角形になってるわけ。うん。六角形のね、筒になってるわけだよ。うんうん。丸いところってこれだけど、向こうの方としては転がってまたいたずらするのもう良かったんじゃねえかな。うん。まあ子供でも大人でも。うん。でそのボタンをゴロ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 ってこの転がるわけだよ、六角形だからな。うんうん。それで爆発するやつはもう爆発してるけど、中に不発なやつがあるわけな。うん。不発しないやつが。うん。そういうのを子供でも大人でもいじって爆発して殺したいと、こういう気持ちがあったんじゃね。そんなこと？うん。二段ってのがあってさ。うん。子供はね、2、3名亡くなったって話を聞いてんの。押しちゃって。あ、押して。うん。で、我々はそういう意味は遭遇しなかったけども、うん、後でその爆弾のかけらを持ってくと、うん、役所で缶詰1個と取り替えてくれた。それは敵のあの弾劾だからじゃねえかな。それ集めて何かあるの？あ、集めてだって言うんじゃないけど、危険物だからほら。あ、まあそうだね。市役所の方で回収したんじゃない？うんうんうん。え、で俺らは持ってかなかったけど元気は見てるよ、何個も。あ、そう。うん。だけどそれを持ってくと市役所を持って缶詰1個と取り替えてくれた。それからちょっとうちからちょっと離れてるけども、うん、淵なってるところに D29 が撃墜されて落ちたとかな。あ、そう。日本の飛行機にさ、うん、体当たりされて落ちた。うん。日本の飛行機が接近してないあれするなんてことはできない。航空高いからな、うん、向こうが。で向こうは油断して終戦後のすぐはもう低く飛んできたの、 B29 でもね。うん。一回俺は泳ぎに行ってさ、それで爆食い、まあ、要するに、まあ、要するに地上照射だな。え、敵兵のね、ちっちゃい飛行機 B29 なんてちっちゃいね、戦闘機があるんだよ、向こうの人を狙って撃つやつ。あ、銃で。うんうん。でそういう飛行機が低空で飛んできて、俺は操縦士の顔を見たことがあるの。あ、身近に。そんな近くまで寄ってくるんだ。だからおそらく200-300メーターぐらいの高さかな。で、こっちは真っ裸で、俺ちっちゃい子供だからさ、うん、あれだけどさ。で、そういうのは、あれ、列車とかなんとかを狙って機銃照射するわけよ。機銃照射って要するに機関銃で撃つわけよ。列車っていうのは、その車掌さんとかを撃つってこと？乗客でもなんで無差別。あ、そう。そりゃそうだよ。機械を転覆させるんだから。なんでさ、子供は撃たないわけ？子供はだって弾はもったいねえとかじゃ面倒くさいんじゃないの？じゃあ裸でほれ 4、5人でプール入ってるから、プールじゃなくて川を泳ぎってるからさ、うん、それで何か動いてもらってんでダーッと下がってきたんじゃないの？うーん。それでね、敵のあれちゃんと顔は確認できたよ。そうなんだ。向こうは目で目線でこう見てるから、うん、飛行機の空の機体をこう斜めにして見るから何かいるかなと。うんうん。そしてこれ風防ガラスのところからさ、うん、操縦士が見えるわけよ。うん。操縦士も子供なんか撃ったってもったいねえなんて思ってんじゃねえ、いいやなんて思ってね。うん。それでダーッと飛んでったけどさ。なんでそんな無差別に撃つ必要があったの？それはだってあんた戦いってのはそういうもんよ、戦争っていうのは。まあそうだけど、じいじなんかおめえ子供の時からアメリカ兵を殺す練習したんだよ、お前。竹槍で。知ってる。竹槍でね、向こうに人形がいてな、うん、で運動の時間がそういうふうなことになるの。敵をやっつけるって。体育の時間が。ああ、そうそう。うん。そういうのってね、その竹の槍持って突っつくんだよ、胸をな。他の時間は算数とか国語とかそういう時間は。国語だったけど、空襲警報ばっかあって。あんた学校だってなかなか大変だったよ。手に入なかなか頭に入んないよね。英語は一切ダメだしな。英語はダメ。あ、英語はダメ。敵国語って言うんだから、敵の国の言葉で敵国語って言うんだから。うん。ね。うん。だからそん
その前、その戦争が始まる前は、うん、普通に英語を、ま、勉強してたのかな。なんじゃないの。ああ、そうなんだ。うん。ただその戦争中だけはダメってこと、ね、海軍が特に英語を勉強したんだよ。ああ、海軍。海軍はね、各国のね、港によるからね、戦争前はね。うん。だから、頭のいい人じゃないと海軍に入れなかった。兵隊でね、赤髪してね、赤い髪が来るのよ。うん、でなぜ赤い髪って知ってるって言うと、うちのね、あの一番上の兄貴がね、飛行機のあれで募集されたんだな、招集された。うん、その時赤い髪が一千五輪って言うんだよ、一千五輪。一千五輪って何？一千五輪だから、はがきの値段が一千五輪。ああ、値段か。うん。そうすると、犬とか、いや、犬なんて馬とかそういうのを招集するのが10円ぐらい取られるんだよ。うん。だから犬や、ね、馬や牛よりも人間の方が安いんだぞってね、うん、あいつも周りで言ってたよ。うん、1000円ぐらい。馬はじゃあ10円だ、いや、10円なら10円ぐらい取られるからな。じいじはさ、うん、ほら、特攻隊を待ってたって言ってんじゃん。あ、そうだよ。言ってたじゃん。うん。だけど年はいかないじゃん。あ、それで待ってたってこと。あの、ワーバンジの兄ちゃんもね、81、生きてるから7、8かな。うん。90だな、まあ同じようなもんだ。90ぐらいだな。うん。それでね、あの、海軍に、あの、あれさん、希望したんで。うん。うちの兄貴も同じぐらいなんだよね。うん。サザエさんってんだけど、うん、ダメの兄貴だけども、うん、はやっぱ特攻にあのアリさん死亡した。うん。それで、ね、あの志願取ったんだよ両方とも。特攻の。うん。うん。だけどももう乗る飛行機がなかった。で負けてきたよ、うん、もうえらい負けになってたら。うん。それであとね半年か1年早ければ特攻で、行ったな。うん。それが大体俺とね、7歳から8歳違うぐらいだからな。うん。昭和 3年で俺11年だから、7歳か8歳。ちょうどまあ90ぐらいだな。うん。だけどもう乗る飛行機がなくて、それで廃線になっちゃったわけ。ほんで、じいじなんかもうね、学生の頃がもうちっちゃい時からさ、うん、まあ、戦争のあれで言われてたからさ。うん。もう必ず大きくなったら、それは大臣か軍人かってこういう言葉があったんだよ、お前。あのね、大臣っていうのは、今の政治家。うん。政治家のこと。うん。政治家になるか、さもなければ軍人になるか。うん。こういう、あれがね、我々がもう意識した時からあったん。それは大臣か軍人かと。うん。だから商人とかそんなんねえんだよ、お前。うん。もう戦争一筋。うん。ね、もう当時はもうね、国のために死ぬ、うん、そういうふうに思ったんだ。それは本当に思ってた？思ってた。だってちっちゃい時はあれされたんだもん、洗脳されたんだもん、思うじゃん。まあね、でもお前どこじゃねえよ、お前生まれてすぐお前あれだよ、お前日本はお前強いんだ、勝つんだからね、うん、だから、ね、あのあれしろってそういうふうに思ったんだからダメだよ。うん、軍人になって特攻隊になろうと、もうパイロットになりたいと思ってたからね。今はどうなの？そう、今例えばさ、じゃあ戦争になりますって言っても同じように思う？国のために死のうと。国のためだと行かなきゃなんねえと思ってんな。あ、そう、うん、いや戦争になったら戦争起こすのは政治家だからな、トップの方だからね。うん。で要するに国民はもう反対したって行かなきゃなんねえもん。でも国のためとなったらしょうがねえな、これな。まあそう。でもね、国が滅びるんじゃ困っちゃうじゃない、お前。まあね。国が滅びたら国ないんだよ、お前。でもさ、命の方が大事だとは思わないの？命が大丈夫だって一人が生きられないよ、お前。全部周りの敵が、中国しかり、ロシアしかり、アメリカしかり、イギリスしかり、うん、ロシアしかり、ドイツしかり、あ、ドイツはね、仲良かったんだよ。うん。終戦までな。うん。それは同盟国だったから。うん。ドイツ、ロシア、日本ってのは、ソビエトってのは日本と同盟国だけども、戦争が終わりになりそうになった時に、ロシアは裏切って日本に攻めてきちゃったの。うん。ロシアはね。で、まあ、その時の国民は今だからこそ、まあ戦争は嫌だから、
その辺とかの感覚は個人差があると思うけど、大概は国を守るためであればと思うんじゃないんかい。何バーバなんか言ってた。だからバーバは昔だからそんな風にじいじが言うんだって言うんだけどさ。そうだから同じように思う。そういう教育を受けてないし、日本がね守るとかそういう教育受けてないじゃん。贅沢な時代に生まれたのよ。だからそうだよ。だからそういう時代に生まれたから、そのじいじのね戦争時代のことが何もわからないから、なんでそこまで、まあ洗脳されちゃったじゃないけれども、なんでそこまでこう自分の命をね捨ててまで国のためにって思うのかなって、まあ、それはわからないけど、まあもう母親もそんなふうな気持ちでな、心の中では泣きながらあれしたんじゃない、兵隊に送ったんじゃないの。母親の方は大体ね、お前天皇陛下万歳って言ってね死ぬ人はいるんだよ。でもほらドラマとかでは天皇陛下万歳って言ってさ、自決するでしょう。嘘。あの今日もね書いてあるけどね、あの新聞に書いてあるけどね、あの戦地で行ってニュージーニアへ行った人が書いたんだ、裁判かな。それ兵隊死ぬ時はみんなね天皇陛下万歳なんて言う人は一人もいなかったって。周りにさお母さんステージで亡くなってったってよ。え、本当の話が。要するにお母さんとか家族を守ろうと思ってそういう気持ちになったんじゃないのかな。ああ、家族を守ろうとして戦地に行ったってことね。国を守ろうってことになったんじゃない。日本、日本国をっていうよりかは、その家族を思ってということか。引き継ぐのはそうだと思うよ。家族のために死ぬということではないのかな、究極はな。もう戦争の引き出しが出てんだよ、アメリカと中国と。そうだね。原子爆弾、水素爆弾だよお前。知ってる。水素爆弾。原子爆弾の100倍にも値するってんだよ。そしてそれでいいけどさ、いつもバーバー言ってるけど、お前空気が汚染されちゃってさ、生物は生きていかれないよ今度は。戦争をもう今度は戦争を起こしちゃいけないんだよ、どこの国でも。戦争を起こしちゃったら花火大会になっちゃうんだよ。そうだね。ほんで生物なんかいけないんだ。だから国を守るとかなんかそんなのへったくらいできねえよもう。そっちはなくなっちゃうんだ。地球全体が滅亡だよ、生きてる生物は。そうだよ。だから人事の時代はまだ鉄砲の弾一発一発で命が失われたよ。で大きいやつは爆弾が落ちて何百人が死ぬって、この前のレバノンのあれ、そんなやつでさ、あんな状態が140人死ぬ、あのくらいだな。あの艦砲射撃って船から撃つやつな。ちょっとそのぐらいだけど、これからもう 何百人とか何千人とか何十万の単位じゃないんだよ。今度は戦争の時はもうね、一発一発ではね、一人じゃないんだよ。一発でね、あの四五発でもうね、地球は終わり。わかる？そういう意味、言ってる意味が。わかるよ。戦争を起こしたら終わり。次はね、自分の国に撃たれたら撃ち返すわな。そうするとあんた世界であんた原爆ごっこになっちゃうからよ。もうみんな死んじゃうよ。愛国心とは何だっけって、我々の時代の愛国心と違って、それ要はお前なんかが偉くなって戦争を起こさせないために努力するのがあの愛国心だな。そうだね。だけどお前下に乗ったんだお前。えだって落ちてるものを拾ってくぐらいだったから当時はないんだから。食べ物ね。クモが食べ物なんて言って言うとこじゃないよ。芋なんかいないんだよお前、野良犬が。クモいねえもの。死んじゃう。死んじゃうってみんなもいないよ、大体。犬食われちゃうもの。あ、そうだよね。そうだよ。もう川のとこの魚いいなんて、でっかくていいなんて言うと、とんでもないから魚なんかいなかったお前。犬の
ね、ただ幸いなことに川でも何でも綺麗だったからさ、うん、食っても何でもなかったけど、うん、あ、ともかく食うのは何でも食った。だから昔のね、じいじの時なんか食うはね、あの上半身裸で漢方摩擦をするんだよ、毎朝学校で。うん、それがこあの恒例なんだ。あ、恒例。うん、法安殿？うん。何それ？法安殿っていうのがあって、うん、そこはコンクリート作りで、あの卵をしても大丈夫なような、あの、まあ、畳2畳ぐらいの部屋があるのな。うん。その中で天皇陛下と皇后陛下の写真がね、飾ってあるの。何それ？それに向かって前だと再敬礼するわけよ。再敬礼？なんだか宗教的だね。宗教徳だって天皇の場合は神様だもんよ。うん、だから天皇のために命を落とすってわけだから、みんな。うん、でもそれは建前なんでしょ。建前だけども、それはしょうがない、そういう風になってたからな。しょうがないと思うと思うんで、そういうことだと思ってやったんだから。うん、もうそれが当たり前なんだよね。それはね、小学校1年ぐらいだよ。うん、そうなんだ。ああ、ああ、戦争が終わってから男女共学になったんだから。ああ、ね、そういう時代よ、時代は。じいじがさ、うん、戦争が始まった時は何歳だ？ 3 歳？もう少し上だったかもしれないな。戦争始まって昭和、11年にあの 2.26 事件があって、それからで7年ぐらいかかったんじゃない？もうね、戦争はね、あの明治時代からやってたのよ、日本は。ほら、でもさ、うん、太平洋戦争なのに、第二次世界大戦。ね、昭和あじゃないかな、あの20年が敗戦だからね。うん、6年間とかじゃなかったっけ。あ、そうだね、そう、6年間ぐらいなんだね。でもずっと戦争しっぱなしだよ、日本は。そのさ、うん、6年前はだから3、4歳ってことでしょ、じいじは。そうだね。その時は戦争がこう始まった時の記憶はあるの？始まった時は大人が喜んでたね。なんで？あの、提灯行列やったから。え？提灯行列。なんで提灯行列なんてするの？だから戦争が始まったで、提灯を持って、一般市民の人がお祝いしたんだよ。なんで？なんでだってさ、戦争が始まったから日本勝つように積んで、提灯行列ってのやったわけよ。その頃は、うん、戦争がなんかいいことだっていうか、その、そんな提灯行列するほどなんかお祭り騒ぎみたいな感じだったの？そういうことだったな。つまり、ね、残念なことに日本は負けたことはないのよ、戦争して。それまではね。うん、うん、あの最初にやったのはさ、日清戦争って中国とやって、うん、それから朝鮮とやって、うん、ロシアとやってもみんな勝っちゃったのよ。そうだね。そう、貧しかったか。でもいきなりこう何の前触れもなくそのラジオが始まるわけ。そうだね、まあ、危ないとは言ってたけどね。だけどそのラジオでね、帝国陸海軍はただいま12月14日未明をもって、戦争で放送は。うん、そうなんだ。うん、終わる時もあったよね。終わる時はね、あ、天皇陛下がやったんだな。うん、でそれも聞こえなかった、それは分かんなかった。ラジオはね、うん、数十件に1個か数百件に1個じゃなかったから。あ、そんなもん。うん、雑音がひどくて聞こえなかった。うん、みんな分かったみたいな。
なんかさ、その最後の天皇の放送は、ちょっと、口語じゃなくて、なんか、なんていうの？なんか古典みたいな文章で言ってたよね。それはなんかね、この前テレビで見たときに、誰も理解できなかったって。で、それで、なんか、その後に解説の文が入ったかなんだかわからないんだけど、天皇の言った言葉は分からなくて、その後に解説でみんなが理解したって言ってたんだけど。から通達があるから。あ、その、ああ、終わっ、そうそう。終戦したよっ負て。けたんだって。あのね、人の噂は早いんだよ、お前。すぐ分かったんだ、そういうのな。戦争負けたってな。あれだよ。君はなんとか飲んだって言ってね。大変がたきを、忍びがたきを忍びってこういうことで言ったんだから。それ知って分かるでしょ、言ってることわは。かるよ。なんとなくだけどね。完全にはわからない。なんとなくわかる。大変な竹を抑えて、ずーっと雑音が当てね、忍び方が今日忍びなんつってね、そういう言葉で言ったみたいよ。まあ、わかんないけどね、ただ負けたってことは、学校の先生が帰ってきても、すぐ言ったから、まあ負けましたってね。その時は、やっぱりこう、悲しかったの、じいじも。あ、そう。ええ、そう、切腹。まあ、そりゃそうだよね。でもさ、何か抗議をしようとは思わなかったのかな？そうだね。そうだね。行動した人が、じゃあ言うことはこう、そういうことを言うことは許されなかったわけだね、その時は。それだけで。
なんかその戦争をこう通してね、太平洋戦争を通して6年間通して一番印象に残ってることというか、一番なんだろうな、忘れることはできないこと、衝撃的なことは何かある？それが一番大きい。これは子供心にお前なんかね、満たされているけどさ、お前なんかアイスをたくさん食べたっていうか、米が食えないんだよ、お前。米なし。それでね、戦争中なんかね、まあ戦争中は、どっちかというと終戦後の方が、終戦になった後のがちょっと食料事情悪かったんだけども、戦争中はね、米食えない。で、周りでほら、食べ物をあれするのに。自分の血物を売ったりして食べさせたんだよ、子供に。でも、お父さんが、売ってもくれないでしょ。配給じゃないの？だから血物を取り替えっこで米あったんだよ。無料じゃないの、配給は。配給があっても、早い話が1週間に1合ぐらい。え？分ぐらいから配給になんない、お米は。戦争中は。あ、そそれからさつまいもってのはあるだろ？う。あれも、今のさつまいもみたいに、うまいんじゃなくて、もっとあれの5、6本集めたぐらいのでっかいさつまいもが配給されるね。それはどの家も一緒、何人いようが。ああ、だから上の方の人は、本当はあれじゃなかったのかな。ただ、我々平民のところはそんなもんよ。何人家族がいても同じ量なの？あ、合わせてるんだ。ない。そうだよね。調査ね、まあ、2日もあって、2日だってあれだろ、飯食えないで、それが病で死んだ人もいるんだよ。だし、まあ、周りにはいなかったけどね、乞食はいたしな、ひどかったな、お前、乞食いたんだよ、お前。ホームレスでしょ？ホームレスなんて今かっこよくてお前名前言ってるけど、ホームレスは毎日さ、食うのに困んねえじゃねえのよ。まあね。あんた炊き出しがあるんだから。こじきっていうのはね、物を拾って食ったり、人んちに訪ねてくれって言ってあれしたり、ね。ああ、ひどかった俺が一番あれだったな、子供連れのな、こじきね、お倉さんって言うんだったんだ。お倉さん。いそたのの？人の名前はオクラさんってね、子供のね、ちっちゃいね、3、4歳の子供を連れてね、それで穴蔵で住んでたの。本当の話？本当の話。でも名前してんじゃん、オクラさんってね。本当の名前だから。でね、その人はびっくりだったのね。で、我々は子供はさ、3、4歳の子は心あれがないじゃないか。国のために役に立たない人はみんなね、どんな人でもね、もう特にひどいのは障害者な。障害者の人はもうみんなにね、石ぶつけたりなんかされたことがあるの。国のために言おうなさないってんで。そうなんだ。我々も心のために育った、2、3、3、4歳の頃な、もう大倉さんが通るとさ、大倉びっこってね、石投げたもんよ。今して思えば哀れだけどね。心の中で泣いてたんじゃねえかな。そうだよね。いつの間にかいなくなっちゃったら、おそらく餓死かなんかしたんじゃない？ちっちゃいこと言ってな。あれもないんだから、そんな、養育施設もないから、当時は。な？もうそういうふうな保護する、あれなんか一つもない。自分のことで精一杯だから。嘘ってのは自分のことで精一杯なんだよ。え、リク。そうだね。で、その時言った、我々は今でも覚えてるよ、ほら。この年になってもさ、歌食ってんじゃん、大倉びっこ、な、石投げたんだから。やーい、こじき、やーい、こじき、大倉びっこって言ってる、石投げたのよ。石酒で逃げてったけどな、びっこでな、哀れなことしたと思ってるよ。ひどいね。だからお前、いい時代だからさ。もうね、それで一人のね、個人の人格はなし。だから母親も泣きながらね、息子を特攻隊に、志願させたの。
になってね、戦争を言わないなんていう子がいたらね、親が、家族がいじめられちゃうの。うん。君のために戦わないっつって。うん。とっことなんか死ぬんだよ、お前。うん。身近には、俺も身近に知らなかったけどさ、うん。後でさ、右のあのガソリンじゃつまらないでな、あの、向かったんだ、特攻で。帰りのガソリンはないんだよね。駅だけ。うん。それはもう完全に洗脳だよね。洗脳という言葉でやらされるかどうかは分かんないけどな、うん、まあ陸には想像できないんじゃない、うん、最後に、うん、こうこれ聞いてくれてる、うん、同い年でもっと若い子だったりそういう子たちに何かある？言いたいこと？うん、それはさ、自分自身を向き合えってことじゃない？自分自身に向き合ってそういうことがあったら反対できるならした方がいいと、うん、個人的にも、うん、グループでも、うん、そういうふうなことだと思うけどね、ただね、絶対にそういうことはできない、うん、そうなったら、そうだね、そうなったらね、全くね、反対意見は言えない、うん、本当だよ、うん、うん、殺されるわけだよ、本当に、戦争に反対できるもんじゃないんで、うん、ねえ、俺が思うのは、日本がね、これからね、中国に攻められたらどうかななんて思ったんだよね。まあそれ、あるかないか分からないけどね。ああ難しい。北朝鮮が冷めて暴発してさ、うん、ミサイルで原爆を投げたらどうなるかなと思ってな、うん、そしたらね、だから俺はいつも言ってるの、ばばと、うん、せめて孫の代まで、うん、平和でこんなもんで暮らしてもらいたいなといつも念願してんだよ。だけどお前の時代にあれなんかあってな、原爆でも落とされたらダメだななんて思ってんだけどね、うん、と思って、まあ、とにかく孫の時代まで平和な時代が続けばいいなといつも念願してんだよ。うん、わかる？わかるよ。そういうことなんだな、うん、願いは。だから最後の言葉はそういうことじゃない？そうだね、うんうん、いいかな、それで答えになってるかな。なってる、うん、うん、ジージはだから戦争は反対だよね。うん、そりゃそうだよ、うん、戦争賛成なのはね、いないよ、どこも世界中探しても。もちろん一般の人は戦争しろなんて思ってないよ。そうだね、そう言えないだけだよ。うん、なだから戦争について言えばみんな賛成したらいないと思うよ。うん、大反対だよお前。うん、せめてね、僕たちの時代まで平和であってもらいたい、さまざま自分の子供が生まれても平和になってもらいたいとリクは思うんじゃないかな。そうだよね、リクはまだ子供の誰か分かんないけどよ。うん、だけど危ねえなとは思ってんだよ俺。うん、今の米中関係がな、悪化してくとな、ひどいことになっちゃうと思ってな。そうだね、お前が話してそんなことかなんて思ってる夢ことなんかみんな夢の中で飛んでっちゃうから、なんか幸せになるためには輪をつないでさ、日本だけじゃなくて世界中に輪を繋げないと、戦争反対の、うん、それでこれから政治家になる人がそういう気持ちを持って政治を取ってくれれば、まあな、戦争がいい世界になると思うんだから。今だってイランの方はな、戦争してるしな。そうだね、あ、うん、戦争耐えない、人類が発生してから戦争は耐えたことはないんだよお前ね。あの四島しかりね、もうこの今竹林しかりな、深く列島しかり、全部あんなことでね、戦争なんだからね、うん、もう尖閣列島なんかもう中国がもう全部占拠しちゃってんだから。そうだよね、うん、竹島もしかり、うん、向こうのあれがな。だから昔だったらもう日本に軍事力やったらすぐもうやっちゃうよ。軍事力はなくなっちゃって弱っぴになったからあんなことやっているけどね、外交がね、うん、そうだね、ね、で今アメリカから言われてんだよ、日本は軍事力増やせって、ね、アメリカだっていいだったんだったら日本は助けないよお前、うん、今離れてんだもんね。そうだね、どっちかというと中国圏内だもん日本なんかな、うん、まあそんなふうなことはあっていろいろあるけど、ね、いいかなってことで、うん、これで、ソフトの対談は以上になるんですけれど、
祖父がですね、戦時中小さい頃に歌っていたという、歌を最後に歌ってくれました。これを聞いていると、いかにこう国のためにという精神であったり、あとは戦争の怖さといったものを感じ取ることができるのかなと思いまして、最後にこの曲を、この歌をですね、祖父が歌ってくれた歌を最後に流して終わりにしたいと思います。貴様どれとは同期の桜、同じ平和校の庭に咲く咲いた花が、Oh,